マネージャー裏話。皆さんおはようございます。カルタクラブのなっちゃんです。この番組は競技カルタ名人川瀬正義のマネージャーなっちゃんが、名人がカルタで最高のパフォーマンスをするために、私がしている日々のサポートや考えていることを気ままにお話しする番組です。今日は10月の10日木曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。いや、寒すぎでしょ、さすがに寒すぎだよ。このラジオを前日に収録しているので、水曜日なんですけどね、今日は言わせていただきます。寒い、寒すぎる。どうやら私が住んでいる横浜はですね、11月中旬並みの気温らしいです。困りますよね。こういう日があるから風邪ひくんですよ、本当に。皆さんは体調大丈夫ですか？はい、私はですね、ついに長袖のパジャマになりました。膝掛けも出しました。なんならヒートテックも出しちゃいました。そう、川瀬名人もね、私も寒がりなんですよね。こういう時って、あれです。あれ。鍋料理、食べたくなりますよね。はい、我が家はあまり鍋の素っていうのを、買わないんですけど、あるじゃないですか、なんか袋に入ってるやつ。あれ結構添加物入っててあまり買わないの。美味しいんですけどね。意外と鍋ってお家にある調味料で味付けられるので、あまり買わない川瀬家です。ただね、唯一どうしても買ってしまう鍋の素があるんです。それは赤からです。あの味だけはね、どうしても家の調味料じゃ出せないので買っちゃいますね。ちなみに辛さは5からです。というね、朝から鍋の話をしちゃいましたが、本題に入りましょう。今日のテーマは最終回さよなら YouTube ということで、本日の配信をもちまして、私がパーソナリティを務めますこの番組、競技カルタ名人のマネージャー裏話ですが、 YouTube 配信を終了いたします。でもラジオが終わるということではないです。本日以降の配信はですね、番組自体はスタンド FM、 スタイフで引き続き聞けますので、もし、しょうがないな、聞いてやるよとか、もうぜひ聞きたいっていう方がいましたら、ぜひ、スタンド FM のアプリをインストールしていただき、私のチャンネルをフォローいただけると嬉しいです。概要欄にリンク貼っておきます。なんで YouTube の配信をやめるのかについては、過去の放送第104回かな、そちらで話しておりますので、詳しくはそれを聞いていただきたいんですけれども、何を隠そう、いよいよ明日10月11日金曜日夜19時からですね、7時からカルタクラブの新番組、川瀬名人の世界一受けたい指導が始まるのです。おめでとう、これはおめでとう。はい。カルタクラブ渾身の新番組が YouTube チャンネルでスタートするということで、ラジオのね、YouTube 配信は止めるというわけです。新番組は、初回はプレミア配信しますので、ぜひ通知をオンにしてリアルタイムでご覧いただけると嬉しいです。新番組に向けてね、実は裏でかなり準備を進めてきました。企画会議も何度もしたし、なんなら今もまだやってるんですけれど、川瀬名人と、あと南さんっていう編集者さんとね、試合動画の編集がめちゃめちゃうまい南さんっていう編集者と、あとは私の3人でね、ミーティングをしてきたんですけど、その様子はね、ちょくちょく YouTube に上がっているので、興味があるコアな方がいたら見てみてください。はい、もちろんね、私も編集したりだとか、あと演出提案したりしながらね、本当に大変だった今もですけれど、カルタクラブは、2030年に競技カルタをプロ化するということを目指して進んでいるんですけれども、その
プロ化に向けた渾身の一手になるかもしれない、まあ、そんな新企画、新番組になります。だからどうぞ、私のラジオは打ち切られてしまいますが、新番組応援いただけると嬉しいです。はい、新番組はね、ミーティングのアーカイブを見てくださっている方はすでにご存知かとは思うんですけれど、2パートに分かれております。前半が試合パートになっていて、指導を受けたい人の対戦、試合を見ながらその試合を川瀬名人が解説するというパート、一方の後半は指導パートでして、試合を見た川瀬名人が、2人に対して、試合をしてくれた2人に対してどうしたら強くなれるのかっていうのを指導、アドバイスするというパートです。新番組は月2回、金曜夜7時に配信されるんですけれど、まあ、前半は一般公開、無料でご覧いただけます。後半は有料、メンバーシップに登録してくれた方限定で見れるという感じです。まあ、平たく言うと、まあ、ためになるノウハウを教えてくれる大事なところは有料ですっていう感じになっております。ただね、あの後半の指導パートがどういうものなのか、やっぱりイメージ湧かないとメンバーシップに踏み切れないじゃないですか。だってさ、このジュース飲むと暗記力が倍増します、だから買ってねって言ったところで、誰が買うのさっていう話じゃないですか。そんな得体の知れない怪しいものをさ、誰が買うのっていうね、せめて味見させてよっていう、サンプルちょうだいっていう話ですよね。まあ、なので初回は有料の指導パート部分もフルでまるっとお見せします。良心的カルタクラブ、良心的、嘘です、まあ普通のことですよね。はい、無料サンプルをお送りいたしますので、ぜひ、10月11日金曜日、ぜひぜひご賞味ください。はい、なのでね、明日の夜7時は YouTube で待機いただき、フルでご視聴いただければと思います。そして、あー、これはいいコンテンツだとか、まあ、お金を出す価値があるなと思ってくださった方はメンバーシップ登録をお願いいたします。お値段は月額月々1190円となります。月2回の配信ではあるんですけれど、まあ、開始する10月、まあ、今月ね、今月だけはイレギュラーで、まあ、明日公開する1本とあと2本アップします。なので10月だけは、合計3本になりますね。うん、本当に準備が大変だったわけですが、皆さんがカルタが強くなるのに役立つコンテンツになっていることは自信を持って言えるので、楽しみにしていただけますと幸いです。そんな渾身の新番組、川瀬名人の世界一受けたい指導が始まるということで、私のラジオの YouTube 配信は今日をもっておしまいです。ですが、スタンド FM では引き続き聞けますので、お引越ししてもらえると泣いて喜びます。やっぱり寂しいもん。うん、YouTube で聞いてくれている人が多いのは知っているから、うん、データで見ればわかるもん、そんなの。まあ、そこが離れちゃうのはやっぱり寂しいし、悲しいし、まあ、積み上げてきたものを切り捨てる感じがすごい悔しいし、もう週2回絶対あげるんだって思って時間なくても疲れてる日もあったけど、まあ、絶対週2回コンスタントにあげてきたから、まあ、聞いてくれる人もだんだん増えてきたし、うん、競技カルタプレイヤーズファイルのパーソナリティさんにも認知されるようにもなったし、あ、ご存知ですか、プレイヤーズファイル。うん、競技カルタ選手にインタビューする、まあ、ラジオ大阪さんが配信している競技カルタラジオ番組なんですけど、まあ、そこのね、パーソナリティの清水さんと竹内さんからも認知してもらえるようになって、やっぱりコツコツ積み重ねって大事だなって思いますね。まあ、いつかパーソナリティ対談というか、まあ、コラボとかしてもらいたいな、もじもじと思いながら、まあ、それを目指して、続けていきたいなとも思っております。やっぱりプレイヤーズファイルはラジオ局が作ってますからね、まあ、こちとらラジオ局じゃないし、ラジオのプロじゃないし、まあ、小さな番組だからね、まあ、喋ってもらえるのかはわからないんですけれど、まあ、だからといってすごい大きな番組にしていくぞっていうつもりも
まあ、そこまでないかもしれないんだけど、でも今聞いてくださっているリスナーさんを大切にしながら、まあ、これからも続けていく。きっと聞いてくれているリスナーさんを思いながら、寄り添いながら、私の素というか、まあ、包み隠さない自分を出して喋っていれば、きっと聞いてくださる方も増えるだろうと信じて、うん、綺麗事かもしれませんが、これからも頑張ります。というところで今日の放送を終わりにしたいと思います。最後にレターをいただいたのでご紹介させてください。ラジオネームマリコンプさんから、あら久しぶりですねなっちゃんずのマリコンプさん、なっちゃんずっていうのはこの番組の熱心なリスナーさんのことを指します。はい、いつもありがとうございます。こちらは前回の配信、恒例第2回カルフェス終了したので一人反省ボバへのお便りになります。読み上げます。カルフェスお疲れ様でした。たくさんのいいこともあり良かったですね。でもいろいろ大変でしたのね。頑張っても頑張ってもうまくいかないことはどうしてもあると思いますけれど、きっと次につなげるための種になります。なりますように、皆様お疲れ様でした。スタンド FM 入りました。おばちゃんはなっちゃんさんを応援し続けます。ということで早速スタイフにね入っていただきありがとうございます。嬉しいです。はい、またねおばちゃんだなんて言わないでください。嘘ですよね。気持ち的には全然お姉さんですよねはい、カルフェス、うん、私的にはしこりが残ったんですけれど、それでへこんでいたんですけれどね、まあ、そんな心にこのメッセージとても染みました。元気出ました。ありがとうございます。こうして時々レターで励ましてもらえると本当に嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。というところで今日の放送はここまでといたします。皆さん次回はスタイフでお会いしましょう。パーソナリティのなっちゃんでした。それでは今日も皆さんに良い流れが来ますように。いってらっしゃい。